こんばんは。こんばんは。こんばんは。本木ボーイズのはしご酒でございます。やってまいりました。今回横浜は福富町に来ております。まあ、福富町といえば飲み屋、飯屋がたくさん並んでる。パブも多いですね。そうですね、夜の店が多いということで、我々は今回、まあ、緊急事態宣言明けたということで、はい、お酒を飲みたいと思います。ちなみに体を鍛えてる最中ではあると思うんですけど、いいんですか？我々が唯一飲めるお酒ありますよね。上級者。そうなんです、我々がダイエット中でも唯一飲めるお酒、それがハイボールでございます。飲めちゃうの、お酒を。そうなんですよ。なので今回は福富町にあるお店をですね、まあ、複数ちょっと行かせていただきまして、まあ、緊急事態宣言も明けたことですし、お酒を飲んでワイワイしちゃおうという、そういう企画になっております。じゃあ今日は本当に楽しむだけですか？そういうことでございます。企画要素は一切ございません。まそれではまあお店ね、ちょっといろいろ見ながら見て回ってですね、お目当てのとこ行きましょう。はい、はい、行ってみよう。いやー、寂しいな。いや本当に久しぶりだね。どれくらいぶりだ？アルコールありはいつだろう。そうだよね、俺らみんなノンアルだもん。ノンアルだね。うん、まあ2、3ヶ月前ぐらい行ってると思うけど。あ、マジで？全く全くだ。久しぶり。現状だって始まる前でそれ飲んでないもんな。もうノンアルのビール。え、じゃあ相当飲んでない。それが一番うまい。マジで久々。これ一番怖いのはコシがハイになった時。え、ただね、コシはね、お店ではちゃんとね落ち着いてるけど、あの一歩出た瞬間、お店出た瞬間、一歩出た瞬間がもう無法地帯だから、ね、だって変なのってあれでしょ、テキーラも OK でしょ。テキーラ大丈夫。あ、そうだね。大丈夫しやから、ボッカも大丈夫。それでは乾杯。キュッピー。いただきます。うますぎる。ここで使えるじゃん話。今日の声かけの話？そうなんですよ。20歳ぐらいの男の男女2人、うんうん、声かけられる。逆に言うと俺らさ、うん、なんか保険とかそういうセールスなのかなって、うん、だから、あ、はいみたいな、ちょっとなんだろうなみたいな感じで、うん、話聞いたら、まさかの、うん、夢を追いかけてて、靴磨きをするから、うん、その代わり夢を語らせてください、逆にその夢を聞かせてくださいっていう人だね。珍しいね。靴磨き。ヨドモトはやっぱり外国の方を渡り歩いて、うん、ヒッチハイクしてるんですよ。で、その過程の中で坂口町で靴磨きしてる。ただその人は別に女の子のために一緒にやってあげてるみたいな感じ。なるほどね。なんかでもその二人もなんか今日訪れたりしちゃって、うん、で男の子が靴磨いてる間に、俺たちのなんか何されてるんですかみたいな、あれ YouTuber のやつ、面白いですね、俺たちの話を。女の子もさ、ちょっと話してる時にさ、涙込んでるんですよ。あ、そう、夢を叶えてて。もう本気でこう、にじみ出てやつだ。自分が苦労したから、それを妹にマスクしたくない。わあ、めっちゃいい子やね。で、妹もちょっと、まあ、今までそれ、ちょっといろいろあったから、より自分が助けてあげたい。わ、その場合言わせたかったんだ。いいな、ちょっと具材でね。そう、言っといて。いいね、そういう応援っていうかね、挑戦してるのは、俺らと同じだもんね。感動したの。あれなかったら、俺、マジ地獄のままやった。だってさ、最初の30分ぐらいさ、俺も一応、チャンネル見ながらさ、編集とか練習したからさ。俺なんか全然増えてねえな、こいつはサボってんのかと思ったの最初マジで。しかもさ、20分ぐらい経ってさ、1回外出たってちょっと中盤見出してみたんだけど、これよくねえんだよ、いつもの定位置にいたって。あれこいつらタピオカ飲んでんのかとか思っちゃったもんね最初マジで。しませんよそんなこと。だからいや、だから本当にあの中華街歩いたけど、若い子がやっぱ暗かったってのもあるから、見なかった。どうしようかなと思って。まあでも可能性あるんだったらやっぱ駅前の方がいいんじゃない。この前も結構行けたじゃん、早い時間で。だからちょっとそれにかけようってことで。よかったね、行って。あれ行ってなかったらってやる。そうだってないのに。そう、写真とかちょっと見せてもらいたいんですよ。こんなカメラ。みんなでメンションするって。そう、あー、メンションね。メンション、
メンションだ。アラサー出てるよ。メンション。ずっとメンション。それヘイクラでもあれだよ。言われてるね。やば。メンションだった。メンションなんだ。メンションなんだ。メンション。すいません。何？イボール。イボール三つで。あ、すいません。一つメガでいいですか。はい。男気で買った人がメガホン。バズーライトイヤーの口してるよ、ね、それマジでしょ、それ初見の田中がおらん。1個いっていい？いいですか？いや、居酒屋バージョンのね。焼き鳥王国に私が来た。無限の方だよ。バズーイビリティの何バズーライトイヤーからオールマイティちゃってんの。あ、これ何倍なの？量が3倍。3倍分。おっとがいじゃんけんじゃんけんぽい。おっとがいじゃんけんじゃんけんぽい。基本的にリーダーシップなのよ、こういうの。Everything and ごちそうさまです。美味しかったね。久しぶりのアルコールがもうテンション上がっちゃいました。焼き鳥もすごい美味しかった。店員さんがね、YouTube 見てる、よく見てるってことで、うん、なんかチャンネル聞いてくれてね、登録してくれたんで。すごい。ありがとうございます。嬉しいね。だって最初さ、知らないところにやった時はさ、うん、答えられなかったじゃん、俺たちのチャンネルだよ。まだチャンネル上げてなくてみたいなね。うん、そう。それ言えるってなってるのはね。いや、嬉しいね。すごい嬉しいことだよ。そんな感じで。はい。じゃあちょっと次の店舗、行きましょう。はい。焼き鳥王国さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。これ3人ずつやる？はい。めっちゃ角じゃん。さあ、2軒目です。なんだか洒落てますね。ここは、錦と呼んでますかね。バーミキン錦。金です、紫。バーミキン金とか入ってますね。バーベキューバーって初めてやる。バーベキューバーめちゃくちゃおしゃれだな。手を振って。で、こんな感じだな。ゲームアンドメイミーショー。My love, ren 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 ren。2軒目乾杯。サルサル。メーカーズクラフトうまいわ。多いですね、かっこいいもんね。うわー、美味しそう。万が一の場合はちょっとなんか
仲悪いんじゃないと思われる可能性があるんですけど、うん、これは別に仲悪いじゃなくて一視聴者目線ですね。俺らの特徴としては個性を出して編集をしていくってことだよなと思って、やっぱコッシーさんの編集はコッシーさんの編集で見たいんですよ。じゃあそのコツルが編集してるのはもちろんコツルはすごいんで、コッシーはもう編集もともとその能力自体はコッシーが持ってるわけです。それをコツルが得て開花したね。そうだから、コッシーを無理して、おつるの方に頑張っておつるの合わせなきゃっていうのをしてほしくない。でもちょっとさ、ごめん、ちょっと怖かったね。俺とでも、おつるやっぱ微妙に違うでしょ。まあそうだね。これ結構テンポとさ、笑い重視するからさ、それが俺のやり方だ。それが俺のやり方だなんだけど、いや、最近のコッシーのスタイルはちょっとね、もつるにちょっとね、もつるに頭を開けない状態になってきた。頭開けないってどういうこと？でも俺はね、その大体テーマを決めてんのよ、毎回動画を作るとき。マリオのやつもマリオがいいから、ああいうテーマを作ると今回はエミリー・イン・パリスだなとか、だから俺それがたまたまあのおつるのやつがやったなっていう。それだったら分かる。俺はね、大体憑依系 YouTuber だから。なるほどね。で俺は楽しめんのよ、毎回編集を。まあ、逆にの個性がないやん。それが個性。あ、またそれが個性。おー、ヒーローだね。モノマネイトみたいな。あー、なるほどね。B 組のモノマネイト。今分かりました。ロっていうのを期待しちゃったんだよ。それが個性だね。あんま塩コショウだ、甘いな。これもじゃあうまい話だ。うまっ、うん、まっ肉が甘さ、肉が甘いなんてそんなにうまい話じゃない。ダメだろ。うまっ。ちょうどそう、酔っ払ってる。間違いない。これで寝れません、僕ら。でもこれはまあ、コッシー編集だけど、きっと使ってくれると信じて、俺らはこういうグループ。真面目だね。真面目だけど、あ、いいね。うん、あのね、やることに関してはマジで手抜かないグループだから。じゃあ、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最高でした。はい、ということで。本店のはしご酒、お疲れ様でした。お疲れ様です。美味しかったね。美味しかったです。美味しかった。バーベキューバー金さん、もうぜひ使ってくださいね。はい、もうぜひね。めちゃくちゃ美味しかったし、美味しかった、マジ美味しかった。緊急事態宣言明けのベストなお店でございました、はい、ということで、美味しいご飯を食べたということで、またね、頑張っていきましょう。ありがとうございます。はい、それではまた次の動画で、バイバイ。